はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあまずは自己紹介からお願いします。オグリアルチの白石です。今日の自分のプレーはどうでしたか？試合でシュートが決めれなかったので聞きたいです。じゃあしっかり決められるように頑張ってください。はい。じゃあ次の練習で一番チャレンジしたいことは何ですか？試合で1対1を頑張って相手を抜かせたらシュートまでいきたいです。じゃあ目標は何点決めれそうですか？3点。じゃあ3点決められるように頑張ってください。はい、はい、じゃあ将来の夢を教えてください。プロサッカー選手になって鹿島アントラーズでプレーすることです。お、鹿島アントラーズが一番好きなんですか？はい、はい、じゃあ鹿島アントラーズに入れるように頑張ってください。はい、じゃあ目標としている選手を教えてください。柴崎岳選手です。お、柴崎岳選手のどこが好きですか？ボールをもらう前に次はどこにプッシュしようかを目にポッと抜いた。じゃあ柴崎岳選手みたいになれるように頑張ってください。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。